コータはアートディレクター、通訳、ミュージシャン。男性から女性に性を変えたトランスジェンダー。本名は石島コータ。東京都出身。血液型は B 型。1962年3月15日、東京都に生まれる。4歳までに東京、津田沼、上北沢と次々に転居。物心がついた頃にはすでに自身が間違ったせいに。 生まれてしまったという自覚があった。3歳の時、親族の友人から性的虐待を受ける。その後、思春期を経て、性転換の後に至るまで、たびたび性的虐待に見舞われることになる。これらの厳しい体験がコータのパーソナリティ形成に大きく関与した。4歳の時に、父親の転勤でロンドンへ移住。1年ほど過ごした後、 ニューヨークに小学校2年まで留まり、帰国。6ヶ月ほどの滞在の後、インドへ移り、現地の日本人学校に転入。小学校4年の時に再び、日本へ。中学は、新宿の中高一貫の男子校に通う。中学2年生の時に、ロサンジェルスへ移住。日米文化のギャップや、性同一性障害などの精神的負担から、様々な問題を起こし、 高校処分を受ける。その後、カール・スバットの士官学校に入学させられ、ハイスクールの最後の2年間を過ごす。士官学校を出た後、両親が戻っていたニューヨークへ移る。ニューヨークのアートデザインシーンに刺激され、デザインを真剣に勉強しようと思い立ち、パーソンズ美術大学に入学。ウエストビレッジに仲間と住み、クラブ通いなど放らな生活を送る。 三年生の時に電通ヤングルビカムのニューヨーク支店からスカウトされ、研修の後アシスタントアートディレクターとして、入社、短期間でアートディレクターに昇格する。当時ニューヨークの広告業界では、ジャパネスクが流行しており、その波に乗って自身の日本的美意識を武器に、日本の宝飾メーカーや家電メーカー等の広告制作を手掛ける。 この時期に出会った女性と同性生活を経て結婚、次女一男を設ける。この頃すでに自分は女性であるという自覚がはっきりあったものの、知らず知らずのうちに自身の女性性を抑圧する生活に移行していった。大英の中内会長から通訳、障害担当のオファーがあり、1988年、福岡大英ホークスに入団する。全くの畑違いの仕事に、 宿泊し、デザインの世界に戻ることをたびたび考えたが、結局止まって、杉浦正監督、田淵光一監督の下で働く。小賀秀彦からは通訳としての心構えを学んだ。ホークスでは、若手選手のアメリカマイナーリーグへの派遣、現地での選手のマネジメントも手掛ける。1992年、ハワイウィンターリーグのプロジェクトを手掛けるため、福岡大英ホークスを離れる。 財政上の問題等でこのプロジェクトは頓挫するも、西武ライオンズの根本陸奥管理部長から声がかかり、1993年、西武ライオンズに通訳、障害担当として入団、海外キャンプでの設営担当も受け持つ。オフには、ハワイウィンターリーグに、マネージャーとして随行することもあった。1997年、ニューヨークヤンキースに移り、 艦隊併用事業部長に就任。イラブ・ヒデキの通訳を買って出るも、同年解雇される。1998年、ダンの村オフィスに席を置いて、エージェント業務に携わり、同年ニューヨーク・メッツに移籍。野茂秀夫・吉井雅人の通訳、広報を担当。この年から、MLB の日本の代理店業務を行うようになる。 1999年には通訳の傍ら、クラブハウスマンとして、雑用もこなし、その働きが認められ、プレイオフの分配金を受ける。2000年、ジャック・坂崎スポーツマーケティング社で、ニューヨークオフィス部長を務め、メッツ対シカゴカブスの MLB 開幕戦や、日米野球では、日本の新聞社と MLB との間に入って、交渉にあたる。 その関係から2002年、読売ジャイアンツに入団。ヤンキースの業務提携、合弁会社の設立、2004年の MLB 開幕戦、ヤンキース対タンパベイデビルレイズの企画、運営、キャプラー、レーサム両選手などの契約交渉等の通訳として、携わり、読売新聞社主催の日米野球にも関わる。2006年の第1回ワールドベースボールクラシックの、 企画運営にも大きく関与した。WBC 後、バッサーマンメディアグループに在籍し、エージェントとして活動。主として、水面下で、遺跡や契約を手掛ける。2003年暮れから、ホルモン療法は開始していたが、WBC 第1回大会で、日本の優勝が決まった夜、性転換を決意した。喉仏を削り、生体手術によって、ピッチを上げ、 ホルモン療法の期間を経た後、2008年1月にタイで性別適合手術を受ける。しかし、性転換は人間関係に、きしみやこじれをもたらし、妻にも離縁された。2007年3月14日、ジョージ・ワシントン・ブリッジから、投身自殺を図るも、公安局の警察官に取り押さえられた。精神異常者として、レノックスヒル・ホスピタルに入院する。 精神科病棟の休憩室にたまたま第三弦のかけたナイロンギターが置いてあり自作曲を弾き始め次第に没頭していった。退院後2008年4月18日にアメリカを去り日本へ高田のババのライブハウスプラザステージでウェイトレスとして働きつつトークとライブで出演オープンジャムに参加し多くのミュージシャンたちとセッションを重ねる 同署で、杉江美太郎と出会い、竜王での活動を開始。新聞社をプロモーションして回るうち、元 MLB の通訳、エージェントで、トランスジェンダーのギタリストとしてのコータの存在が、新聞で何度か取り上げられる。これが休校を温め始めるきっかけとなり、東京スポーツでの連載、コータネへのカミングアウトや、WBC の内幕執筆、スポーツビジネスコメンテーターとしてのテレビ、 ラジオへの出演へとつながってゆく。2008年11月いっぱいで、プラザステージが閉店となると、拠点を新宿ライブ高野屋に移し、コタプロジェクトバンドを結成。同時進行で WBC の内幕を執筆し、2009年3月に出版。コタプロジェクトバンドは当初ハードロックのカバーをメインに演奏していたが、オリジナル曲を書き始め、5月には、 ヒーリングインストゥルメンタルに特化した全曲オリジナルの初ライブを行う。ヨーロッパのフォークロアに日本のコモリュータや同様といった和のテイスト加味したシンプルなメロディが特徴。並行して週刊ベースボールでコータのトランス野球学の学習連載が始まる。通訳、エージェント時代の経験、さらにはトランスジェンダーについて講演を行うようになる。2010年。 映画監督の市川徹ールと愛、桜桜二条吉の妻の母メアリー役に抜擢される。11月からは、創造学園大学創造芸術学部音楽学科の教授に就任。マイケル・ジャクソン・イン・ソウル・トレインの翻訳など、活動は多岐にわたる。2006ワールド・ベースボール、クラシック公式記録監修。桜ら。 友情コスモスのバラード上記ブログ内の記事で、特にその小録特に断りのないリンクは、ブログ、コータネーの涙と笑いのトランスジェンダー道内ないの記事、は、ブログ、ジョンコルトレーンジョンコルトレーン内の記事。ありがとうございます。